よし、じゃあ詳しくね、性能見ていきましょう。このキャラはね、アリババ&モルジアナ先生なんですが、あれかな、季節版のスーみたいな感じかな。うん、まあ、残念ながら、シズマではね、出番がないとは思うんですけど、まあ、ただね、あの、カップ戦とかね、自分の駒1枚につき500ずつ上昇なんで、サマーアテナとかと一緒に合わせると、結構ね、これ最大値、3900スキル出るんで、まあ、結構逆に強いかなみたいな感じかな。低コス帯で、だってあれでしょ、3900とか出たらやばいっしょ、これ。若干ね、盤面総数の条件あるんですけど、8枚か。ちょっと重いかな、8枚。まあでも、サマーアテナで使うんだったら、初手はサマーアテナなんで、まあ、実質6枚以上っていう感じかな。で、コンボスキルもほぼほぼ一緒かな。ゲタが若干低くなってる代わりに、最大値、雷撃の最大値上がってますね。まあ、結局ダメージあるか。3900残区か。カプセンだったらじゃあ 14% とか 15% とかいくんかな。パーセンテージで換算すると。結構ね、これ、低コス帯強そうですね。サマーアテナと一緒に、使ったら結構暴れそうっていうね。てな感じで、まあ、使い道は、カップ戦等々の、低コス帯が、まあ、主力になると思われます。では次行きましょう。さあ、お次なんですが、このウプーアウトさんなんですけど、これ結構強いと思うんですが、やはりね、盤面総数15枚以下制限がね、どうなるか。まあ、似たような性能だと、混合に入ってくる貫通のトンネルム。あれもね、結構ね、ステータスも悪くないし、火力も、貫通の割にあるし、コンボもね、割と強いんですけど、やっぱりね、15枚以下っていうのが、割とね、後半、賞味期限切れで使えないことが多々あるんで、そこをね、どう考えるか。性能はね、ペイントランスで、色をね、移動させながらね、ダメージ出せるんで、結構ね、便利なスキル。かつ、ダメージもね、もうサクッと2100出るんで、これ悪くないね。で、コンボスキルはね、トライレゾナンス。まあ、いわゆる、戦機解放ですね。さあ、戦機解放を持ってまして、ダメージは、2800だったっけ ?2800 アドだから、ダメージ的には2500かな。赤だけがあるかな、紅が2つ必要なんかな。これもどうかな、しばらくはテンプレで入ってくんのかな。ちょっとエレメンツガーデンデッキ全然使ったことないんでわかんないんですけど、ダメージも出るしね、ペイントランス便利な、スキルなんで。まあ、15枚以下っていう制限も、まあ、今ね、結構ゴリ押し環境で、まあ、すぐね、バトルも終わっちゃうんで、15枚って結局、あれ、何ターンでしたっけ、最初に4枚あるでしょ、4引いて11でしょ、2で打ってくんだから、2で割って、まあ、5、6ターンぐらいは、5、6ターンぐらいは持つよね。多分6ターンかな。意外とね、使えるんですよ。今ね、6、7、8ターンぐらいで、試合終了すると思うんで、本当の終盤の終盤じゃない限りは使えると思います。で、逆に言うとね、終盤だとね、多分ペイントランスもそんなに使わないと思うんで、やっぱ序盤の偏りをね、鳴らすための、性能なんで、そんなに悪くないかなっていう感じですね。さあ、じゃあ次行きますか。さあ次、このマウラベーラさんなんですが、魔竜デッキ使いますね。マゴマと竜ゴマ6枚以上なんで、まあ、条件的にはヒマリとか、シンク、そこら辺と一緒ですね。進化シンクね、竜輪持ってる方の、やつと条件は一緒と。で、相手のキャラゴマ1枚につき、700。で、マックス2000と。まあ、火力はそこそこ出ますね。まあ、若干ね、条件はあるんですが、そんな感じと。で、コンボスキルも、1500の特ダメと、2500の毒ダメージの間ぐらいと。だから、まあ、2000ぐらい出んのか。2000前後。HP 半分で2000ですね。ちょうど。だから、スキル、コンボスキル、2000ぐらいは出ると。まあ、性能的には悪くないと思うんですが、問題はね、魔竜デッキに、枠があるかどうかなんですが、やっぱ、魔とね、竜入れると、どっちかっていうと、竜寄りになるんですよね。だから、魔6、竜10の方がね、パターン的に多いと思うんだが、竜が10になると火炎駒が入ってくるんで、なかなかね、しかも6枠しかない、魔駒の枠、マウラベーラ入るかなっていう。魔獣の竜6だと、そっちにするんだったら多分魔獣の神6の方がね、なんか組みやすそうっすよね。竜6だと、まあ、火炎駒も当然使えないし、まあ、駒持ってる人は全然、その形でもいけると思うんですけど、僕はね、意外とね、その魔獣竜6で使える竜駒があんまり持ってないんで、ちょっと中途半端になっちゃうんですよね。ミールナルとか、セシリアだっけ?そこら辺の駒持ってないと結構きついんですよね。僕両方持ってないんで、割とそっちの構築きついんだよな。意外と枠がないっていう説あるね。まあどっちかっていうと、シズマよりかは低コス向けかな。やはりね。まあカプセンとか、その他もろもろありますね。まあダメージ的にはね、悪くないんで。逆に言うと低コスだとね、これ両方2000は強いですね。まあそんな感じよと。じゃあ次いきますか。さあ、このシャイターン先生なんですが、吸収持ってますよと。マタンじゃ使えない吸収か。おお、相手のキャラ1枚付き 2.5%、最大 7% か。まあ、倒数は 9% ですね。倒数 9%。で、カタリーナのコンボスキルが 8%。
で、シャイタンが7パート。これはどうかな、ちょっと個人的には微妙っすかね。アイドルクイーンは分割型で、2ターンに分けて 4.5% 吸収するんで、まあ、実質 9% なんですけど、低コス帯だと逆に HP 下がるんで、パーセント吸収弱いんすよね。まあ、でも言っても今もあれか、カプセルなんだかんだ3万近くあるか、HP。魔獣でこいつ1枚入れて、神駒混ぜて、HP どんくらいいくか。まあ、わざわざゲットして使うかって言われると微妙ですね。倒すもね、実はマタンじゃなくても OK なんですよ。マタン制限はないんですけど、神駒がね、混じってるとアウティングなんで、例えばね、魔獣の、神6とかで組んじゃうと、倒す、死にスキルになりがちなんで、まあ、それこそ魔竜にすんのかな、その場合はね。で、コンボスキルも、同じくパーセントと、3% 上昇のマックス 12%。まあ、悪くないね、こっちは、コンボスキル。ただ、問題は使いどころっすよね。カップ戦で、サマーアテナメタの、感じかな。そうですね、サマーアテナが多いルールだったら、シャイタン結構これ、使えそうですね。なるほどね。まあ、使いどころはどっかある気もするけど、なかなかむずいかな。あー、レオニスか。いやー、でもレオニスなー。レオニスにこいつ入れるか？なんか、吸収とコンボスキル軽く出すんだったら、フェルグ？吸収チャージのフェルグの方が良さそうに見えますけどね。あっちもなんだかんだ2400吸収するんで、7% って結局だって3万 HP だったとすると、2100しか吸収しないですよ。フェルグの1チャージと、ほぼ一緒ですね。1500スタートで1チャージで2000いくんで、フェルグは。じゃあ次行きましょう。さあ次、シーラーザーディング先生なんですが、マギア、ベネフィールね。盤面で表になっている2ターンの間、ダイアーナルが、300、ノクターナルだと、300。回復で、これは、ささやき系で、特ダメの方はマックス900で、回復の方は1000と。ただ回復の方の1000の方は、これ自分の駒が必要なんか、そうですね、自分の駒4枚ないとこれあれですね、1000に行かないですね。でも900に行くためにも、自分の駒が3枚必要なんで、なかなか、大変よと。でコンボスキルも、200特ダメか200回復、400ずつ上昇してって、最大が特ダメの方が1800で、回復は2000と。ん？待って、スキルあれか、最初300だから300与えて、そっからのささやきだから自分の駒2枚でいいのか。だから盤面に1枚あって、このキャラクター出せば900いくか。あ、結構軽いね。じゃあまずこれ300与えるっていう感じだもんね。下駄が300で駒1枚で300増えて、うん。で、打つ駒も換算されるから、盤面に1枚あればあるか。スキルもう最大いくか、ほぼほぼ。で、コンボスキルも同じ感じだから、まず200の下駄があって、駒1枚で400プラス、400プラス。あ、でもコンボスキル結構大変か？ 400、400、400、400。4枚か、こっちは。400×4 で1600。で、下駄の200が入ってくるんで、4枚。で、回復の方は5枚か。あー、スキル変えるけどちょっと、コンボスキル大変っていう感じかな。で、問題は枠なんですけど、まあ、まだあるんじゃないかな、入れようと思えば。まあ、こいつがいるかどうかは、ちょ、謎なんですけど。まあ、とりあえずっていう感じかな。まあ、ゆくゆくは抜けていくんですかね。ちょっと僕も、残念ながらね、先制デッキもほぼほぼ使ってこないんで、なかなかわかんないんですが、じゃあ次行きますか。さあ次、このシーリーンなんですけど、替え持ってますよと。竜駒が10枚以上。だから、竜獣でもいけますし、竜タンでもできますよと。で、盤面ソースが8枚以上か。てか、CD また8枚以上かよ。流血の方のさ、CD もさ、8枚以上条件なんですけど、なんか CD は8枚条件以上っていうなんか、謎のジンクスあんのか。で、盤面にね、表になってる2ターンの間か。さあ、2ターンの間外周を、召喚ね。で、コンボスキルだと回復よと。まあ、CD らしいね。自分の駒1枚付きか。5枚必要だね、これ。これどうかな。まあ、竜胆火炎だと、まあ、ちょっと微妙だ。入れてもいいけど入れなくてもいいっていう感じだね。で、流血デッキとかに入ってくるかどうかなんですけど、流血もね、多分ちょっと枠ないね。ネックなのが2ターンっていう部分かな。まあ、2ターンだったら中火炎にしてほしいし、小火炎だったら3ターンにしてほしいね。うん、ちょっとどっちも中途半端っていう感じかな。外周火炎はね、ベルーガと相性いいんですけど、結局シーリーン出してベルーガ打つ順番でも、先にベルーガ打ってシーリーン打つ場合でも、大火炎できないんで、昔伝説の、キャラクター、忍竜っていう極炎がいたんですけど、あれはね、3ターンだからね、3ターン外周召喚炎なんで、めちゃくちゃ強かったんですよね。だから3ターン極炎忍竜打って、次もうベルーガ打てば、もう最強と。あとね、バレンタインミューニもね、いたからね。バレンタインミューニ、健在だったら別に2ターンでもよかったね。バレンタインミューニ打って、あいつ4ターンなんで、次か次のうちにシーリン打てば、大火炎いけるんですけど、
死んでるんでね、今。で、他に使える外周火炎ってベルーガと、学園ティポンの2枚なんですけど、そのね、どっちも、2ターンで終わっちゃうんで、まあ、噛み合わせ悪いんだよね。まあ、このシリーンは、流血とか、流炭火炎よりかは、カフネ火炎とか、そっちの方かな。カフネ火炎はね、外周に置いてるキャラクター1枚、中火炎で燃やした場合だと、まあ、シリーン置けば、2ターン勝ちこりと、大火炎入るんで、まあ、1枚中火炎刺し、外周の、中火炎刺してシーリン置いて大火炎するっていう使い方になるかな。まあ、外周2枚うまく中火炎にできてシーリン置ければ相当強いけど、なかなかね、そういう局面ないと思うんで、まあ、そんな感じですね。ということでこんな感じになりましたが、どうでしょうか。まあ、自分はするかな。モルジは、まあ、カップ戦頑張りたい人はモルジちょっと持っておきたいっていう感じかな。サマーテナと、まあ、一緒に使うとやばいやと。で、ウップアウトさんもちょっと15枚以下だけネックなんですけど、それ以外は全部優秀なんで、強そうっすね。で、シーリンは、シーリンちょっと微妙かな。外周火炎ね、悪くないんですけど、やっぱりちょっと慎重になってるっていう感じかな、運営さんもね。3ターン召喚にしてほしかったな。さすがにね、外周ね、中火炎はやばいんで、さすがに。英語までね。そうですね、もうすぐね、サマーイベント来るんで、まあ、一回ここはステイでいいんじゃないかな。オッケー、じゃあ今日はね、軽めにこんな感じで、締めましょうか。次ね、高評価、チャンネル登録よろしく。お願いします。